本日10月23日日曜日、プリンセス駅伝が行われましたが、結果を振り返りたいと思います。優勝したのがパナソニック、そして16位までの肥後銀行、16位に入られた肥後銀行までが11月27日に行われますクイーンズ駅伝の出場権を獲得されました。早速結果を振り返りたいと思います。優勝したのはパナソニック。1区は良いスタートということで流れをね作りましたよね。非常に前半からいい流れを作っていて、監督もね1区2区でしっかり流れを作る、そして3区と4区は耐える、5区6区で勝負ということで、本当にね思い描いてた通りの展開となりまして、見事優勝を果たしました。アンカーの篠桜選手は区間賞の走り、そして残り 300m で大逆転ということで、見事劇的な優勝をね飾ることができましたよね。非常に素晴らしかったと思います。まあ、あの本戦クイーンズ駅伝のね、シード権のある8チームが出てないとはいえ、非常に主導権を前半から握って、この駅伝勝ちに行くぞっていうところがね伝わったなというふうに思います。アンカーの篠桜選手は、まあ、勝つ気でいたけれども、まさか本当に勝てるとは思わなかったということで、まあ、ちょっとね面白いようなコメントされてましたけれども、それだけパナソニックって、まあ、しっかり走れれば本当にシード権取ってもおかしくないチームですからね、まあ、それだけの選手たちが集まっているということで、見事大逆転優勝おめでとうございました。準優勝を果たしましたのは九電工ですけれども、6秒差でね、わずか6秒差での準優勝ということで、まあ、あのクイーンズ駅伝のね本戦の出場権獲得できればそれでいいんでしょうけれども、まあ嬉しいようで悔しいようなね、今回のプリンセス駅伝だったんじゃないかなというふうに思います。1区で区間12位ということで、1区が終わって12位スタートなんですけれども、3区のエース区間林田選手が区間4位ということで、しっかりね長い距離九電工は戦えましたよね。そして5区 10.4 キロ区間、キャプテンの五木若菜選手が見事区間新記録をマークしまして、一気に先頭へ躍り出ました。まあさすがの走りだったなというふうに思います。まあ五木選手ね1万メートル32分フラットぐらいで走る力ありますし、ハーフマラソンもね1時間10分ぐらいの実力者なんですけれども、まあ非常に力強い走りでしたよね。まあ今日の駅伝はね6区間中この五木選手の5区だけが区間新記録ということで、まあ気温も非常に高くてね、途中でアクシデントで、京セラもねアンカーでアクシデントあってね走りきれませんでしたけれども、まあそういって苦しむ選手もいる中でね、五木選手しっかり区間新記録ということで役割を果たして、先頭にね一気に躍り出ましたよね。まあアンカー対決で敗れてしまったんですけれども、見事な準優勝だったんじゃないかなというふうに思います。まあクイーンズ駅伝になるとね、他のチームのエース級の選手もかなり強いですけれども、こうやって九電工のようにねエース級の選手がいるっていうのは一つ大きいのかなと思います。見事な走りでした。3位に入られてクイーンズ駅伝の出場権を獲得したましましたのは天満屋ですね。1区の実力者小原選手、ベテランの小原選手が区間2位ということで2位スタートをかましました。非常にね天満屋も安定してましたよね。そしてエース区間の3区で区間4番、5区も区間3番でつなげたということで、やはりね、ずっと安定した感じがありますよね。そしてアンカーにはマラソンの日本代表前田穂波選手もね、走りまして、区間3番で前田選手がまとめたということで、まあ、天満屋に関しては本当に終始落ち着いてレース展開レースをね運ぶことができたのかななんて思います。非常に素晴らしい走り見せてくれて、見事クイーンズ駅伝の出場権を獲得されました。まあ、1区の大原選手はねベテランながらもうキャリアのね後半に差し掛かってると思うんですよ。もう32歳33歳ぐらいの選手ですからね、まだね1区スピードランナーの集まる1区でね、今回ねスローからの駆け引きがあった中でしっかり区間2番ということで、クイーンズ駅伝ね非常に注目したいなと思います。4着でフィニッシュしましたのは第一生命グループですけれども、1区区間最位スタート泉田選手ね、しっかり役割果たしました。実力者の泉田選手が1区区間3番、そして2区もね区間3位で走り切りましたし、3区のエース小海選手はね、先頭に躍り出る非常に素晴らしい走りをしてくれた、区間賞を取ったんですけれども、5区でね逆転されてしまったんですよね。ちょっと後半がね苦しんだ、そんな印象ですね。そしてアンカー区間でもね2つ順位を落としてしまっての4位ということで、まあ、あのプリンセス駅伝通過はできたんだけれども、ちょっと課題の残るような戦い方だったのかなというふうに思います。あの力のあるねチームなんですけれども、ちょっとこの後半区間ちょっと不安が残るようなね走り戦い方だったのかなというふうに思います。5着に入りましたのがダイソーです。ダイソーね1区10歳スタート、そして3区のエース区間も区間20番ということで、
結構苦しんだんですよ前半。これはちょっと難しいか苦しいかと思ったんですけれども、4区ね、最短区間なんですけど、外国人選手を起用できる区間で、ムッソーニ選手がね、さすがの走りで区間賞を獲得してくれました。そして4区区間8位ということで、4区が終わった時点で8位だったんですよね。ムッソーニ選手が順位を押し上げた。そしてアンカーの加藤美咲選手はね、区間2位の走りということで、まあ、終盤にかけてポジションを上げていくということで、まあ、見てる側とするとヒヤヒヤしたんですけれども、まあ、ダイソーの選手たちはちょっとそこのあたりもね、目論んでたのか分かりませんけれども、しっかり後半終盤にかけてポジションを上げる走りができたのかなと思います。素晴らしい走りをしてくれました。6着は三井住友海上、三井住友海上は、1区で区間5位スタート。そしてただですね、2区3区2桁順位ということで、まあ、1区終わってからですね、三井住友海上ってね、非常に強いチームですから、今年も安定してるのかなと思ったんですけれども、前半はね、結構苦しんだんですよね。ただ4区5区で区間1桁ということで、徐々にポジションを上げて、5区終わった後はね、もう区間、終わった時点で6番にいましたから、まあセーフティーリードを生かしながら、しっかり後半走った、ゴールに助けをつなげた、そんな感じがします。非常にいい走りができてたんじゃないかなと思います。そして7着は岩谷産業が入りました。2年連続2回目のクイーンズ駅伝の出場権ということで、まだ若いチーム、ね、チームができてからそんなに経ってないんですけれども、しっかり力を出し切るあたりはさすがだなというふうに思います。まあ、800メートルのね、日本トップランナーの塩見選手もいるんですけども、長距離も強いということで、1区が区間9番ということで、そしてね、2区も、区間2番で、走りまして、全体の3着までね、上がってきたんですよね。非常に前半はスムーズな走りをしてくれた。そして3区以降も落ちる順位はね、ちょっと落ちたんですけれども、安定してて、まあ、外せないレースできっちり走るっていうのが岩谷産業の強さなのかなと感じました。区間賞こそゼロだったんですけれども、しっかりね、前の方でずっとつないで安定しながら走って、終わってみれば総合7位で、クイーンズ駅伝出場権を獲得されたということで、本当にね、若いチームだと思えないぐらいベテランの感じが溢れるような走りをしてくれましたよね。素晴らしい走りでクイーンズ駅伝出場権を獲得されました。8位に入りましたのが大塚製薬です。3区5区、ポイントとなる鍵となる、10キロ超えの区間で区間1桁ということで、ウエイトの大きい区間で大塚製薬エース区間で、稼いだといったところは戦い方だったのかなというふうに思います。まあ、つなぎ区間もね、まあ、ややちぐはぐした感じはあったんですけれども、それなりにしっかり走れたのかなと思いながら、さすがのね、走りで通過してくれたのかなというふうに思います。9着に入りましたのがユニクロです。1区、2区、3区、そしてアンカー6区で4区間で区間6位で走るということで、仲良くね、しっかりまとめた感じはありますよね。粘りを見せまして、見事9着でクイーンズ駅伝の出場権を獲得されました。そして10着に入りましたのがエディオン。エディオンはね、前半かなり苦しみました。まあ、名前だけを見るとね、かなりもっといい線いくんじゃないかなと思ったんですけれども、意外と苦戦してしまいましたね。東京オリンピックの日本代表萩谷楓選手でも大きく流れをね、エース区間で変えることができなかった。ただ後半2区間でね、一気にね、順位を上げるんですよ。5区の西田選手は区間4位、そして6区実力者の矢田美邦選手が区間5位ということで、まあエース級の選手がさすがの走りをしてくれたということですけれども、ただね、まあクイーンズ駅伝に向けてはちょっとね、苦しんだ感じはありましたけれども、まあそれでもね、立て直すことができれば、今回10番でしたけれども、まあ、今回負けたね、9チームに、勝つことはね、本戦でできるようなメンバー揃ってますからね、本戦は期待したいなと思います。あとは11位にスターツ、12位にトヨタ自動織機、13位にルートインホテルズ、14位に島村、15位に日立、そして16位最後の一枠を勝ち取ったのは肥後銀行でした。まあ、銀行争いもね、かなり熾烈でしたけれども、肥後銀行が最後の一枠、むしり取りました。そして12位に入ったトヨタ自動織機はね、本戦は田中希実選手が走るというふうに明言されてますので、非常に楽しみになってきたなというふうに思います。ということで、今回の動画は本日10月23日日曜日、プリンセス駅伝が行われましたけれども、見事クイーンズ駅伝の出場権を獲得されたチームの結果を振り返らせていただきました。非常にね、スローな展開からということで、熾烈な争いがありましたけれども、非常に面白い展開になったんじゃないかなと思います。以上